介護保険のことは本当に深刻な問題ですよね。介護保険できて今年10年目なんです。でやっぱり介護保険作るその時にはね、期待した方は少なくないと思うんですね。これでようやく日本の介護も安心できるのかな。でも結局10年経ってどんどん事態は悪くなっています。で結局今東京なんかでは特別養護老人ホーム全国で一番少ない、そういうことになっちゃいました。でしかもじゃあ在宅で介護を受けられるかっていうと、まあ、お金もかかるし人でもないしどうしても大変だっていう状態が広がっています。でなんでこんなことになってるかっていうと、介護保険作った時に国の負担、それまで 50% 国が負担していたのを 25% まで削っちゃった。だから介護のサービスが増えれば増えるほど保険料に跳ね返るって仕組みになっちゃったんです。だから自治体の方でも特別養護老人ホーム作れっていう声あるんだけど、作れば作るほど保険料が上がっちゃうから、そうすると住民の皆さんからね、これは保険料払えないって声が出るから作れないっていう状態になっちゃってるんです。これやっぱり変えていかなきゃいけない。私たち日本共産党は介護保険のそのものの改革、やっぱり国の負担を増やして、ね、いくらサービス増えてもそれが保険料にすぐに跳ね返らないように、今 25% の国庫負担を、まあ、ささやかなんですけど 35% まで引き上げようじゃないか、こういう提案しています。これをやればサービスを増やして当面の保険料の値上げを抑えることができるし、介護の現場で働いている職員の皆さんの賃金の引き上げにもつながっていくんだと。だいたい7000億円ぐらいのお金ができあればこれできるんですね。アメリカ軍に対する思いやり予算3370億円、あるいは金融証券減税といって株の売り買いとか配当で得た利益のこの減税やってんです。まあ、これどういう人が減税されるかっていうと、もう大金持ちですよね。何百億円もこう配当が入ってくるような人、そういう人が一番減税されるんですから、こういうところを元に戻すと大体1兆円、そうすれば十分財源できると思うんです。私はこういう軍事費、アメリカの思いやり予算とか大金持ちに対する減税とか見直して、思いやりというのであれば福祉を受けている、介護を受けている、あるいは障害者自立支援法の問題、こういう問題解決するためにもこそこのお金は使うべきではないかなというふうに思ってますんで、ぜひ税金の使い方を根っこから変える。民主党はどうもそれが中途半端でできないようですから、私たち日本共産党にその仕事をやらせていただきたいというふうに心からお願い申し上げます。